女は夫と子供の目の前で犯されて殺されました。恐怖と苦痛で絶叫したら喉を潰されました。口から溢れ出た血で息が詰まり、何度も血が混ざった嘔吐をするうちに、女を犯していた男は恐がそがれたのか女から離れ、隣に横たわる少女にまたがりました。少女は村の娘で女とも仲良しの子でした。まだ生娘だったはずです。痛みと憎しみで女の思考が真っ赤に塗りつぶされました。殺してやる。そう念じて男に手を伸ばしました。女から出たのは声にならないうめきでした。いつも私たちが聞いていたのはこの女の声のようでした。女が後ろから手を伸ばして男の肩をつかみました。男が振り返り女の顔面を殴りつけました。女の頭が後ろにのけぞり、鼻から血が飛び散りました。女はそれでも男につかみかかりました。男は女を殴りつけながら周りに何事かを怒鳴りました。クンと音がして頭の後ろに衝撃を受けました。続いて激痛、体が動かなくなり前のめりに倒れました。顔から地面に突っ伏した女の目線の先に少女にまたがった男の尻が見えました。おぞましい動きをするそれを見ながら、女は意識が暗闇に沈んでいくのを感じていました。最後に子供の顔が頭に浮かんだ気がしました。そして女は死にました。はっと気がつくと現実に戻っていました。女が死ぬ時の情景が瞬きする間に頭の中に浮かびました。恐怖や恨みもすべて追体験しました。私は気が動転しましたが、これが怨霊の恨みそのものであると理解しました。女の霊が私の顔へ手を伸ばしてきました。ダメだ、死ぬ。そう思った直後、女の霊は動きを止めました。そして逡巡するような仕草の後、立ち上がってサツキの方へよたよたと歩いていきました。そして恐怖に歪むサツキの顔をつかんで首をねじりました。私の目の前でサツキの顔がゆっくりと90度以上回転し、サツキの体は人形のように崩れ落ちました。私はサツキが死ぬところを見てしまいました。普段は苦しむ姿しか見えず、サツキが殺されても気絶したようにしか見えていなかったのに、その時はサツキの首がねじり折られるのをはっきりと見ました。そして女の霊の姿もしっかりと目視していました。女の霊も私を見て襲いかかってきました。しかしよいよというところで私を殺さずにサツキの方へ向かっていったのです。怨霊はシズバーさんの祝詞に縛られて、神主さんやサツキ以外の霊を殺すことができない。そう気づいたのは
少し経ってからのことです。怨霊の一部である女の霊もまた私を殺すことはできなかったのでしょう。しかし私を認識して襲いかかってくる程度には私と女の霊との間につながりがあったのだと思います。怨霊の存在を認識して実際に触れることさえし、サツキが殺されるのを目の当たりにしました。この時私はサツキと同じ世界にいたのです。サツキ、サツキ。サキエさんがサツキを抱いて声をかけています。普段とは違う状況にサキエさんも動揺していたのでしょう。いつもなら倒れ込んだサツキをいたわるように寝かせるサキエさんが、その時は懸命にサツキに声をかけていました。気がつくと女の霊は消えていました。サツキの元に駆け寄るとサツキは眠っていました。ねじり折られたはずの首は前を向いていました。やはり先ほどの光景はサツキだけが見ていた霊の世界での出来事だったのです。私はあまりのことに嗚咽しました。自分の身に降りかかったことよりもあんな恐怖を毎度味わわされているサツキの現実に心が引き裂かれて泣きました。なんて恐ろしい、なんておぞましい、なんて救いのないことなのだろうと、あまりにもひどい過去と現在を思いました。そして神様に対する怒りが湧いてきました。神様は何をやっているのか、サツキがこんな目に遭っているのになぜ神様は助けてくれないのか。シズバーさんは死んだぞ。サツキもこのまま死なせるつもりか。私にサツキを守ると言ったあなたは今どこにいるのか。サツキはかわいそうだ。お前が支えてやるのだよ。不意にその声がまた聞こえた気がしました。神様とおぼしき誰かは私に支えろと言いました。神様ではなく私がサツキを支える、助ける、どのようにしろというのか。サツキに代わってお役目を告げと、そう言っているのか。私は涙を拭い、サツキの頭に手を置きました。額に浮かんだ汗を拭ってやります。支えるとは、代わってやれということか。違う気がする。そうであれば、代われとか、守れと言っていたはずだ。こんな目に遭っているサツキを支えるには何をすればいいのか。痛みを分かち合うことができればいいのだけれど。そう思ってサツキの頭を撫でたら、サツキが目を覚ましました。ケイちゃん。サツキが不思議そうに見つめてきます。さっき見えてたの？うん。なんでだろう。あの女の霊は僕の足にあざをつけたやつなんだ。そう言うとサツキは少し考えて、あっと言いました。そうか、ケイちゃんと霊的なつながりができてるんだ。多分ね。
でもノリトの力で僕を襲うことができずに、代わりにサツキちゃんが標的になったんだと思うよ。そう、あの人に関してはケイちゃんにも見えるのね。私は頭の隅に芽生えた考えをそのまま言葉に出しました。多分もっと経験を積めば、もしかすると他の霊も見えるようになるかもしれない。え？僕もサツキちゃんと同じものを見たい。あいつらからサツキちゃんを守りたいよ。ダメだよ。あの人たちの無念が晴れないと呪いは終わらない。邪魔するとそれができなくなるかも。それでも、それでもサツキちゃんのそばでサツキちゃんと同じ思いをして、それ以上うまく言葉が告げず、私は黙り込みました。ありがとう。サツキはそう言いました。それから私は神主さん指導のもとで一段と激しい修行を行いました。昼夜を問わずみそぎと祈祷を行い、ご神体に拝して瞑想し、神様との関わりを強く持てるように願いました。神様が言ったんですよ、さつきちゃんを支えろって。どうかお願いします。さつきちゃんの苦しみを僕にも分かち合わせてください。たとえ殺されても文句はありません。さつきちゃんが殺される回数が少しでも減るなら、僕をお役目に加えてください。お願いします、お願いします、お願いします。何日も何日も祈っていました。季節は流れ、翌年の春、サツキが目を覚まさなくなったのとほぼ同時に、私はサツキが殺されるのを夢で見るようになりました。私は中学を卒業して、サツキは兄と同じ高校に入学しました。兄は高校3年生、サツキは留年して2年生でした。起きていても寝ていても怨霊にいたぶられ続けたサツキは、だんだんと感情が表に出なくなっていきました。物静かにソファーやベッドに腰掛け、私たちと会話している時も上の空になることが多く、心ここにあらずといった様子でした。怨霊に痛めつけられているのを私たちに悟らせることなく、突然糸が切れたように気絶することもありました。サツキは怨霊との接触を精神のみで行い、私たちが見ている現実世界から隠してしまう術を身につけていったのです。サツキの心は徐々に霊的な世界にのみ向けられるようになり、現実の世界から興味を失っていったように見えました。そうしてしばらくの間、人形のようにただそこにいるという様子だったサツキは、ある日突然目を覚まさなくなりました。いくら起こそうとしてもサツキは目を覚ますことなく、米津医師に見てもらったところ、シズバーさんと同じ状態だという診断が下されました。肉体的には健康なのに、精神的な問題で目を覚まさなくなったのだろうということでした。サキエさんは取り乱しました。神主さんも頭を抱えていました。私も初めはうろたえましたが、ある予感に突き動かされて神社に向かいました。そしていつもしているように本堂で祈り瞑想していると、不意に不自然なほどに強い眠気を覚えました。
誘われていると分かったのでそのまま眠りにつくと、サツキが目の前にいました。私のすぐ近くでサツキが座り込んでいます。サツキは怯え震えていました。キョロキョロと周囲を見渡しているのに、サツキのすぐ近くにいる私のことは見えないようでした。私はサツキに駆け寄ろうとしましたが、体が動きません。首は動くのに、手も足も金縛りにあったかのように微動だにせず、その場に立ち尽くすことしかできませんでした。やがてサツキがひっと息を呑みました。サツキの見ている方に顔を向けると、一人の老人が立っていました。老人は私を一瞥すると、サツキの方に歩み寄っていきました。そして手に持った鎌をサツキの肩に突き立てたのです。サツキが苦痛に絶叫しました。刺された肩を押さえてつくばっています。老人はさらにサツキの背中に鎌を振り下ろしました。サツキは上ごとのように謝罪の言葉を繰り返しています。老人はためらうことなく何度も鎌を振り下ろしました。これが怨霊に向き合うということなのか。怨霊の無念を晴らすために、彼らから痛めつけられ殺されなければならない。彼らの無念が晴れるまで、彼らの気が済むまで痛めつけられるということ。サツキちゃん。私はサツキの名を呼びました。ケイちゃん。声が聞こえたのでしょうか。サツキはかすかに私の名を呼びました。必要に振り下ろされる鎌を身に受け、サツキは絶叫していました。そして老人はサツキの首に鎌を突き立て、サツキを絶命させました。それまでの狂乱が嘘のように、一瞬にして静寂が訪れました。私はあまりのことに絶叫しました。なんだこれは、こんなひどいことが、なんてことだ。私は叫び続けました。息が尽きて、私はぜいぜいと呼吸を整えようとします。気がつくと、老人が私を見ていました。血だまりに倒れ伏すサツキのそばに立ったまま、顔だけを私に向けています。そしてニーッと笑いました。ゾーッと全身の毛が逆立ち、私は震えました。老人の持つ底知れぬ悪意が見えた気がしたのです。見えるはずのない悪意というものが、何やら黒いもやのようなものとして見えた気がしました。悪意、その老人からは悪意しか感じられませんでした。サツキに、私に、そしてこの町のすべてに対する敵対心、
痛めつけ引き裂いてやるという意志が老人の笑みから伝わってきました。私は恐怖に意識が遠のくのを感じました。そして次の瞬間、神社の本堂で目を覚ましました。全身にぐっしょりと汗をかき、冷え切った体がガタガタと震えていました。あまりの悪夢に吐き気を催して、本堂の中にもかかわらず私は胃の中身を吐き出しました。ややもして落ち着くと、神様に許しを乞いながら吐き出した吐砂物をきれいに拭き取りました。水拭きをして空拭きをして、他に汚れているところがないか見て、大丈夫なのを確認してから改めて顔を洗い、鼻をかんで嘔吐した余韻を体から消しました。洗面所から本堂に戻り、本堂の中にいつかの甘い香りが漂っているのを感じた時に、ああお役目を得たのだと感じました。サツキはシズバーさんのように眠りにつき、私はサツキの代わりに見届ける役目を与えられました。そしてもしサツキが死んでしまうことがあれば、次にお役目を継ぐのは私であると、そう確信しました。私はご神体に拝して祈り、願いを聞いてくださったことを感謝しました。それから私は病院に走りました。病院を出てきたのが昼過ぎ、その時は西の空がうっすらと夕焼けに染まりつつある時間でした。まだ先江さんも神主さんも病院にいるだろうと思いました。病院に到着して神主さんに先ほど会ったことを話しました。これまでの経緯からしても、次のお役目は私であると確信を持って説明すると、神主さんはがっくりとうなだれました。そんな、それじゃあさつきはこのまま。さきえさんが泣き出しました。次のお役目が決まったということは、さつきはこのまま死ぬまで眠り続けるのかと考えたのでしょう。無理もありません。そう考えるのが当然です。わかりません。ただ違う気もするんです。私はなんとなく感じていた予感のようなものを話そうとしました。ただうまく言葉にできず、しどろもどろになっていました。状況はどんどん変わってるし、シズバーさんは寿命で亡くなったのだし、サツキちゃんがこのまま寿命まで眠り続けるということにはならないと思うんです。そこまで怨霊の気が晴れないということはさすがにないですよ。もしもそうなら、違う手立てを講じないと何十年も続くお役目になりかねない。あと何人の人柱が必要になるのか。さすがにそんなことはないだろうと思いました。そうだね。サツキはきっと疲れたんだ。起きて私たちの相手をしながら、私たちに怨霊の気配を悟らせないように静かに耐えることに。神主さんの言葉にそうだと思いました。サツキはずっと現実と霊の両方を見ていた。その上でサツキの霊魂は痛めつけられている。それを現実の私たちに隠し続けることはとても大変なことだったはずだ。神様は私にサツキを支えろと言いました。
それはサツキがお役目に集中できるように観測者となることかもしれない。ただでさえ辛すぎるお役目なのに、私たちの心配までしなければならないのは、サツキにとってかなりの負担になっていたのは間違いありません。そうです。だからサツキちゃんがお役目に集中できるように、僕がそれを見る役を任されたんだと思うんです。シズバーさんの時のサツキの役目、お役目を果たすということがどんなことなのかをすべて見る役割、そしてもしもお役目の代替わりがあった場合に次のお役目を担う定め、それが私に与えられた役目でした。サツキを支えろと言った神様の御心は、私にそれを見届けさせること、サツキが痛めつけられるのを減らしたいという願いは聞き届けられなかったのです。そのことが残念ではありましたが、それでもサツキの辛労を減らすことができるなら、私には是非もないことでした。何よりあれを見続けたサツキが自らお役目を買って出たということ、そのサツキの勇気に私は畏敬の念を抱いていました。あれほどの苦しみに自ら飛び込んだサツキ、それはひとえに私たちにお役目を継がせないための献身だったのです。その気持ちに応えたい、そう思いました。サツキ、サキエさんがサツキの頭を撫でながら泣いています。必ず終わりが来る。それまで頑張るんだよ。そう言って神主さんもサツキの頭に手を乗せて、すまない。と言いました。